い、どうもショータイムゴルフです。おお、うまい。ナイスやばい。406パー4。フェアウェイが左に傾斜してるんで。うん。あ、そういうとこまで考えるんですね。はい。左に。グリーンの手前のバンカー狙いで。グリーン手前のバンカー狙いで。うん、まっすぐ。フェアウェイ真ん中？ちょっと左ラフですね。ちょっと左ラフ。はい、ショートさんのティーショットです。4番。ちょっと左。左だ。左だ。左のラフですね。はい、勝也さん4番ティーショット。皆さんこう右広いんで大丈夫ですよ。右行っても。はい。右から攻めて。はい。俺が笑った。俺が笑った。突っ込んでくれないか。何を。はいって言わないで。ちょっと怒られちゃいました。完璧。よし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 。全然飛んでないけどまあいいや。やべです。今日の主役は俺やで。汚かった。なんか汚かった。汚いし、あのすごい逆光、逆光だった今。危ない危ない。普通にバナナに入ってる。喋っちゃったよ。今で162ヤード、7番アイアン。とつま先上がりなので左に行きやすい。うん。ちょっと左行きましたかね。ちょっとグリーン大きかったかな。左のこの辺です。俺のティーショットの位置から、これがだいたい240ヤードで。うるせえ。あいつらは。だいぶ俺の40ヤードくらい手前っていうか280、290ヤードくらい飛んでる。フェアじゃないっすね。133ヤード9番アイアン。133ヤード9番アイアン。小生が俺より30ヤード飛んで270ヤード飛んで9番短めに持って、いやーいいね。180ヤードくらい。残り123ヤード。50度。ちょっと。ちょいでか。すげえ撮ったから動画。すげえ動画。はい、勝也さんグリーン周りからのサードショットです。グリーン周りはボールショットか。56。はい、転がれ転がれ。うまいんじゃないですか。メートル9度。ちょっとショータちょっと噛み合いません今日は。ちょっとね、今こんなわざとやってるだろ。境目だったので。俺下りのどっちかわかんないライン。下りのどっちかわかんないライン。まっすぐ打ち出したね。ちょっとフックだったのかな。翔太は何やろうね、このライン。どっちだろう。スライスかな。消えない。オッケーっす。
そろ。勝谷さん、パーパット、ラインがボコってなってる。ちょっとボコってなってますね。まっすぐですね、元もね、多分ね、ボコってなってる。オッケーっす。もらいました。キーマーク沿いで、はい、5番ウッド。うん、ナイス。右ドッグレッグです。勝谷さんはドライバーで。オッケーっす。よいしょ。左のフェアウェイですね。2アイアンで、ショートさん2アイアンで、ちょっと短くてドッグレッグなので刻みますね。うわー、かっこいい。ちょっとドローで左のフェアウェイ、いろいろ綺麗なフェアウェイ。朝からハイボールです。朝からハイボールです。ポカリスエットです。2リットル2リットル、いや違う、900、900です。900だ、半分以下。いやもうね、3オーバーかもうやってらんねえよ、ほんと。いやなんかね、もうガッツキマックスだ。5オーバーだからやってらんねえよ。ポカリだよ、ポカリ。大丈夫じゃないですか。だってまだ勝谷さんまだハンデありますから大丈夫ですね。ポカリで弱いよ、すげえ。いやマジ弱いわ。本当にどんだけ弱いですか。なんかアルコールの味がするんだよね。美味しい。勝谷さんなんかもう顔赤くなってきてる気がするんですけど、これから調子よくなるから大丈夫。取ってね、取ってね。あハイカラする。それトリスだっけ。いや合ってる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 。タク、やばい、一口飲んだだけで最後みんな美味しいそうです、うん。はい、勝谷さんセカンドショット何ヤードかな。一番飛んでねえぞ。なんとですね、勝谷さんドライバーで打ったんですか。5番アイアンに負けてる。2番、ショートさんの2番アイアンに20ヤードぐらい置いてかれました。144ヤード144ヤード。9番、9番でピンは手前かな。右手前ですかね。あ、どこかな、結構手前。うん、パッと見どっかな。8番どっかのゴルフ場になくしちゃったんだよね。次7番。あ、やばいやばい。うおっと、これは左のバンカー、この辺に飛んできましたね。ショートさん135ヤード P で来ます。もういい感じ、いいかな。いいじゃん、刺しましたね。ついた、 69P で。おお、いいいいいい、ナイスだ。これもバーディーだな。超いいじゃん。いい感じだ。どうやったら地区予選落ちになるのこれ。サチは3打目56、ちょっとむずいですね。オーソドックスな。うまいんじゃないこれ。うまっ。オーソドックスな。オーソドックスなやつ。上りフック。だいぶ。ナイス。ナイス。オッケー。やっぱオッケーなし。ショウタさんバーディーパット。さっき俺が打ったのと同じようなラインですね。あー、ちょっと弱いかな。OK、 いい、勝谷さん左からすごい素晴らしいアプローチの
1メートルのパーパット。あ、今オッケーしてオッケー。うわー最悪もったいない。もったいない勝谷さん。378パー4クリーク、ね、池があるんですよね。いいね、うん、まマジ安定。いい感じ、いい感じ。ショウさんもスプーンですかね。クリクル、あ、クリクルしてます。すいませんでした、すいませんでした。スプーンで、あ、スプーンで。いやーやばいじゃん、やばいよ。そう、出てきた。火に当たって左からバンカーに戻ってきました。ここはしっかりとドライバーでレイアップ。勝谷さんはドライバーでレイアップしに行きます。260度で265。おー、危ねえ。聞こえました。翔星ダントツ、うん、今2アンダー。2アンダーです。翔太が3オーバー。3オーバーです。俺が今5だったら数えたら、はい、どうぞ。いい勝負じゃん。4オープンどうでした。どうでした、キャリー、キャリーどうでした。いや申し訳ない、本当に。何かしたんすか、勝谷さん。やっちゃったんすか。あ、すげえ暗くなっちゃった。翔太にはさ、通って欲しかったよ。勝谷さんの力が大切でしたか。うん、そうなんですか。いや、やっぱさ、キャディーってさ、はい、大変なんだなって思った、はい、バック重たかったですか。バックなんて問題じゃねえんだよ。そういうことじゃねえんだよ。やっぱね、メンタル的にこうやってサポートを。あー、なるほど。うん、悔しいよ、だって ね15番まではね、もう余裕で通るんじゃないかみたいな、うん、あー、ね、残り3オーバーオーバーでね、通ったのに。そう、バカみたいに。バンダーだったのにバカみたいに打つからさ、こいつが。それ決して勝谷さんのせいじゃないじゃないですか。じゃあ、もう翔太のせいだよ。49、7番アイアンで、ゆったりだそうです。真ん中でいいや。だったら乗ってないから真ん中狙いで。あー、これやばい、めっちゃ弱い、めっちゃ弱いこれ。ちょっと行く。27ヤード、翔太さん、50度でバンカーからですね。ちょっと薄くて。どう？あ、大丈夫。グリーン左乗りました。ナイス。19ヤード。119ヤード。はいはい、はい。おー、ライン出てるね。ナイス。でかい？でかい。そこ。勝谷さん56度で。ちょっと何か打ってみようかな。あー、やべえ。帰っていいかな。翔さんカラーから15m ぐらいですかね。くらいの。パターですが、うん、ナイスタッチ。いやいや、パーパット。はい、かっちゃんパーパットです。いや、きつい。ちょっとショートかな。めっちゃ遅いじゃん。調整、バーディーパット。おお、めっちゃ切れるね。マジか。土屋さん集中のボギーパット。
ナイス、おいー、話しちゃったら怖くてって話しちゃったら怖くて、あった、これがイップスか、これがイップスってやつか、絶対違う。翔太のパーパット、うん、ナイス、ほぼ同じ位置から翔生のパーパット、へい。この動画を見ていいと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。